どうもアスリートニックでーす。今日はみんな何しに来てるんですか？ストレッチストレッチが終わったところですね。今原健チャンネル、健ちゃんさんの練習会です。健ちゃんさんです。ケンちゃんの剣はアキレス腱の剣にしてください。今そのモードなんでございます。あ、そのモード、はい、でもあのアスリートリンクにしようと思いました。もう早速ストレッチでアスリートリンクのメンバーは疲労困憊ですけど、ストレッチで疲労困憊ストレッチで3倍社長がね 300m をすごい気に入ってらしいんで、今日もやりますか。やりますか。やりますか。ケンちゃん次第で、まあ、これから技術練習やるんで、はい、はい、じゃあアスリートリンクさんますます早くなっちゃいますよ。これはね、よろしくお願いします。はい、はい、いやいやいや、ちょっと頑張りましょう。時計回り5周、反時計回り5周。ポーズおかしいって狭いと猫背になっちゃうんで、足と足の感覚をこう広げてあげるっていうのが大事です。姿勢を作るドリルっていうのをやっておこうと思います。ジャンプする。ジャンプする。いや、楽しいですね。普段こう他の方から教わるってことがないので、めちゃくちゃ楽しいなって思いながら取り組んでます。スクール生もこんな感じなんですかね。そうだと思いますね。めっちゃ楽しい。画面の人が前にいるってなんかすごい変な感じがします。いやー、今日みんな大好き立岡コーチ、武士道高校です。立岡コーチこんなもんみたいな、はい、言われてますけど、いや、ちょっと子供たちのためにも負けられないですね。頑張ります。お互い背負ってるものがありますからね。お願いします。はい、はい、じゃあお願いします。よーい、はい、おー、いけ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 、おー、いいね。いきます。よーい、はい。終わりました。しんどいです。スピード上がって。合宿明けなんでね。合宿明けなんで。やっと新人レベル組入りましたよ。上がってきましたね。はい、まずは僕の相手になる誰ですか。はい、松尾勇樹と石原ですね。あ、なるほど。さっき400の走り方を伝えたんで、重心優位で走りですね。種目違う、種目違う。試してほしい、これ。400の入りやつ。なんならこうもしてる。ダメダメダメ。じゃあ、頑張りましょう。あと1セットあります。セットを重ねるごとに速くなっていくんで、ちょっと意味わかんないですね。セット強いタイプないですね。マスケが社長勝ちました。ついに、はい、ついに立岡コーチと勝負ですね。お、はい、1列目待ってましたよ。あ、お待たせしましたね。はい、ここまで、はい、多分アキレス腱痛いと舐められてると思うんで、ちょっと打ち倒そうかなと。これ勝ったら岡崎が出てきます。あ、なるほどね。勝ちたいな。80か100どっちかなんかしたいね。負けませんよ。頑張りましょう。
メインの練習終わりました。はい、終わったんですけど、アスリートリンクはエクストラステージが300m。300のことなら何でも聞いてもらえたら、もう2本走ってるんで。強い。ため息が。あと15分後ぐらいにスタートしましょう。あ、ため息した。ナチュラルにため息しか出ん。でも気持ち、もうこういう練習も大事なんで行かないといけない。頑張りましょう。よし、深呼吸深呼吸行きます。ため息は出ません。エクストラステージやってまいりました。34秒5ぐらいでいいですか。4秒5ぐらい、今日4秒5ぐらいで、あの立岡も34秒ぐらいらしいんで、目標がそうっすね、ちょうどいいぐらいですね。まあ最低で、まあ、34台ぐらいでいいかな。アスリートリンクのエクストラステージに付き合わされたケンちゃんです。いやーこれは面白い。有料級でしょこれ。やだなー、シグナル以来1ヶ月ぶりだな。じゃあ皆さん頑張りましょう。開いたー。ラストラスト、こっからこっから、さあ5秒1ぐらい、2着は5秒1ぐらい、いや西岡さんが2着で、僕と松尾秀英コーチが、やばかったっすね、あそこ。でもだって出られたんで、後ろ行ってもめっちゃ迷って、いやもう行くしかないって。まさかのここは石原コーチの勝ちということです。いやもう頼んだ、もう今年のマイル頼んだよ。山荘石原で行きます。けんちゃんもお疲れ様でした。最初の100立岡コーチについてってて、いやついてきたから抜きたかったんですよ。ぶち抜きたかったんですけど、あの体でかくて抜けなかった。2年くらいと、あそう邪魔なーと思って。でもコーナー力みすぎて最後直接死にました。最後刺しましたね、僕と松尾コーチが。引き抜きも燃えてて。大丈夫ですか。焦げ臭かったっす。全然ダメだった最後初戦は。いやそんな中走っていただいてありがとうございました。いやいやいや、社長に勝ったことしかなかった。全敗や今日。全敗。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。いやこちらこそありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スターもよろしくね。宣伝すんだ。